道ですか。いや、どうっていうか、道っていうかどうかなと思ってたけど道ですか。とてもいいお店でございまして、昨夜初めて来させていただきまして、歌わさせていただいたんですけれども、昨日ママさんにたくさんのこと買っていただきましたので届けに参りました。そのあれで一曲聴いていただきたいと思います。岸壁の母をリクエストされましたので、それではこちらの社長様からリクエストがありました岸壁の母をお送りいたします。お母さんの声
声が小さかったら、お前は何べんも何べんも母さん大変だったが、母さんにとっては生きがいのある毎日だった。お前が帰ってきた時に、ご苦労さんじゃった。偉かったろ。この母さんのシワだらけの手で、お前をし抱きしめてやりたいんだよ。この母さんの願いがお前に届いたら、一日も早く帰っておくれよ。朝松でございました。どうも。